えー、こんにちは、速火事故のコボです今回はですねちょっと変わったハンドルネームになりますけども QZLBUX さんという方と鳥居真知子さんという方はねちょっとお引き合わせするための動画にさせていただきます是非、えー、ねこの動画をきっかけに、まあ、コメント欄だけかもしれませんけども交流を始めていただければと思いますより一層のね、えー、私の動画を通じての仲良し空間が広がれば <laughs> いいと思ってます で、最近はね、あの、パパ活ということで、あの、ヤマトくんの、私のね、子供の動画を上げることが増えました。動画の長さは本当にね、短いものからね、長くても1分とか2分のものになってしまうんですよね。それはですね、片手でスマートフォンを抱えながら、片手でヤマト君をこうね、手を握りながらなんで、あんまり長いこと撮影ができないんですよね。まあでも、工夫して長い動画も撮影できるように、これからね、していこうかと思います。だいぶヤマト君もね、おかげさまで皆さんに見守られて、 たくくくまましく大きくなっているところでございます。先日運動会があって気が付いたんですけども運動会に参加するほとんどのお子さんっていうのはですねほ、まあ、本当に整列もきちんとしますしまあパパやママの言うことを聞いたり先生の言う通りに動いてるんで本当に手がかからないと思うんですよ。で私の大和君だけは泣きたい時に泣いてですね騒ぎたい時に騒いで。 走走りたいいい方向に走っていくという結構ね無軌道な子だなと思って、まあ、パトカーのおもちゃをキュッと握らしてはいたんですけども、うんまあ、自由奔放に育っているなと思いました、まあ、ここで私がね考えるのは何がしかの障害があるんではなかろうかという考えではなくてまて、あ、私の大和んに対する教育方針でもあるんですけどもとにかく今は好奇心の赴くままに止めることなく何でも自由にやらせようと思ってるんですよ。 でしつけはもうちょっとと後かなと思います少なくとも言葉がやり取りできて私の言ってる意味が明確に捉えられたりとか大和くんの考えてることがしっかりとこちらでね受け止められるようになってから徐々に3歳とか5歳とかねそういったことをめどに少しずつしつけを行っていけばいいかなと思いますんでまあ1歳の段階でねあれがダメこれがダメっていう風な気持ちは私はないんですよ。で幸いいにしして私のの家もも広いですし周りの環境も ののびのびと過ごすにはね、えー、いい空間が田んぼとかあぜ道とか墓地周りとか、ね、広がってますんでとにかくね自由に動かさせて自由におもちゃも与えてですね自由に食べさせて、えー、基本的には起きる時間ご飯の時間寝る時間これはきっちりと守らせていくっていうところは必要だと思いますけどもあとは まあ本能の思うくままにね、好奇心の思うくままにやらしていこうと思うんですよ。まあそういうところで、集団生活にはやっぱりね、馴染まないところがあって、どちらかというと、まあ一見わがままに育ててるようですけども、私が思うのは、あの、まあ既立正しくっていうところはね、ある程度必要なんですけども、まず自分のインスピレーションのままに動いてみること、ダメよ、やめてよねっていう言葉をなるべく聞かせないようにしようかと思うんですよ。まあその上で、徐々に山戸くん自身が、 周りの人との距離感を測って自分が前面に出ていいところと人を支えるべく裏方に回るところと使い分けてもらえばなと思ってますまあいずれにしてもまだ教育といっても1年もまだ満たないですからねこれからいろんなものに触れて見て感じてってことだと思いますとりあえずはね足も太くて腕も太くてパンチなんてすごい強力なんですよこれは頼もしいなと思いながら3歳になったら私の 武術を、ね、教えていこうと思いますし、うん、それから肉体的な健康も授けていこうと思いますあと見聞を広めるためにたくさんいろんなところにね連れて行ったりとかいろんな体験をさせたりしたいなと思ってます時間とお金のある限りこれからの人生は私はですねこの大和くんの可能性を広げるためにやっていこうかと思いますしこの YouTube を通じて UX さんですとかねまちこさんに いいただいただ、まあ、コメントとかねそれから励ましとかいろんなご指摘とかを生かさせてもらってもう本当にね動画を見てくださってる皆さんと一緒に大和くんが育っているんだなーっていうふうに今本当に感じてるところなんですよ本当にありがとうございます。というところでね私のことばっかり話してしまったんですけどもこの動画のねあのー、本題っていうのはその UX さんとマチコさんのことをねもう一歩こう。 深くお付き合いいただければなと思いますんで、あのまち、あ、こさんもね、UX さんもお互いよろしくお願いします。あの直接関わり合いがどうこうってことは、まあ、ないと思いますけども、まちこさんはね、動画を発信してらっしゃいますので、UX さんぜひ、まちこさんの,あの動画のチャンネル登録をしていただいたりとか、あそれからまちこさんの動画にコメントをいただいたりすればいいんじゃないかなと思いますし、まち、あ、こさんもねあの、もしできるようでしたら、えー、この UX さんに、 メッセージを動画で送っっていいいいただければあきっとといい交流になると思います、えー、本当にね、大和くん、子はかすがいと言いますけども、パパとママだけのかすがいではなくって、こういうふうなね、コメントを通じて、そして動画を通じて、関わり合う人のかすがいにもなっていくんではないかなと。大げさに言えば、大和くんはこれからね、世界に羽ばたいて、いろんな国家間の争いとか、民族の誤解とかを解いてくれる、そんなね、 あの人類大使になってくれるんではないかなとねひそかに期待してるんですけどもまあそれはまだまだ分からない話ですし大和くんには大和くんの人生がありますんでね私のの期待を押し付けるものではないいと思いますただやっぱり大和という名前を付けさせていただいたのはマチコさんやね UX さんの思いを胸に秘めながら私を超えていっていただきたいなというところもありますしまあ大したね超えるもんではないんですけども。 うんけど、このインターネットを通じて、情報発信を通じて、一人でも多くの方に、まあ、癒しとかね、喜びを与えてくれるような、そんな強さと優しさを、まあ、育んでほしいなという気持ちでございます。はい。じゃあ、今回はね、UX さんとマチコさん、同時にメッセージをお送りするような動画になりました。うん、私の気持ちまだまだ伝えにくいところがあるんですけども、えー、今回はこんなところにしましょうかね。えー、ちなみにですね、私の、 子供、ヤマト君という名前は、もちろん、宇宙戦艦ヤマトの、ヤマトから取ったものでもありますし、日本をね、代表する海軍の先駆け、戦艦ヤマト。ね。この、まあ、日本を代表するヤマト民族、こういったものをいろいろ詰め込んでいてね、いささかちょっとね、なんか、軍事色が強いのかと思いますけども、いや、あの、ヤマトというね、響きはとってもいいと思いますんで、ヤマト民族のね、端くれとして、えー 日本人を代表する <laughs> その大いなるお名前を付けさせていただきましたヤマトでございますよろしくお願いしますありがとうございましたじゃあユ UX さんマチコさんこれからも仲良くしてくださいねではありがとうございます